はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、私がよくですね、講演に呼ばれて、よくは呼ばれないんですよ、年に何回かですけども、講演に呼ばれてお話しすることでございます。私を講演に呼んでくれるっていうのは、大体その不動産関係の団体であったり会社であったりするもんですから、不動産屋さんを元気にするお話っていうのを、まあ、しなきゃいけないわけでして、だから不動産業の未来は明るいよという話をするときに、いつもこのことを言います。まずですね、日本には成長産業が3つあるんです。で、日本経済っていうのはですね、あんまりもう成長しないと言われてます。なぜかと言いますと、毎年40万人ぐらい人が減ってるわけでございまして、これが毎年ですね 2% から 3% の下降圧力になってるわけですね。だから我々は一人一人の GDP を高めてですね、経済効率を良くしないと日本の国全体は成長しないんですね。当たり前ですけども、人口が減っていくわけですから、一人当たりの GDP 増やせないことには経済成長しません。で、全体的にはだから下降圧力っていうものがあるんですけども、そんな中でもですね、人口減っていく中でも成長産業というものは確実に生まれています。で、3つありますね。で、まず第1はインバウンド関連です。インバウンド、2018年3000万とか言ってましたけども、これはあとどうでしょうね、6、7年経てば1億人近く行くんじゃないかなと私は思っております。日本ってものすごい観光資源いっぱいあるんですね。季節もありますし、古い建物とかってどうでしょう、東アジアで一番残ってるんじゃないでしょうかね。で、あと日本人はどう言いましょう、外国人に対するおもてなしの心というのを持ってますから、まあ、大体、まあ、外国の方が来ると優しく接するような民族性があったりしますから、さらに犯罪少ないですし、なんて言いますか、物価安いんですね。だから日本にやってきて安く上げようと思ったら安く上げられる。で、逆にお金持ちの方の方がですね、リッチに過ごすという方のメニューの方が今足りないと言われておりますね。日本の人口あたりの5つ星ホテルの数っていうのはかなり少ないんで、まあそちらはそちらで安くしていただいて、そうじゃない、お金をあまり使いたくないっていう方々でも楽しんでいただける国だと思います。で、今のまあ3倍程度には、まあ今でもこの近くでも外国人だらけですけども、そのうちもうどう言いましょう、東京という街は日本人の方が少ないんじゃないかっていうぐらいになるんじゃないでしょうかね。今パリとかロンドンとか行きますと、本当にもう外国人だらけですね。もうだから日本もそういう国になるんじゃないかなと。またそれは我々は日本人としては歓迎すべきことだろうとは思います。まあ一部でね、その外国人なんか来るなんて思ってる人いるかもしれないですけども、まあ数少ない成長産業ですから、これは伸ばさなきゃいけません。で、2番目は何かと言いますと、農業でございます。農業と言われるんですけど、人口が減ってんだから、その農業、みんなの食べる量が減るんだから農業ダメじゃないか、そうじゃなくても輸入食品をガンガン入れてるわけでして、確かにね、そう考えればそうなんですけども、そのお米をたくさん作りましょうとか野菜たくさん作りましょうというのでもないんですね、私の考えてる農業というのは。これはですね、今世界中で和食ブームなんですよ。みんなね、その和食というものがいいもんだっていうのに気がついてしまって、もうどこに行ったって日本レストランできてまして、で、まともなね、でもね、日本食を食べさせるところってまだ少ないんじゃないかなと思いますね。でもこれは世界各国の富裕層が日本食というか和食の高級和食を食べ始めてるというふうに僕は認識してます。で、そうするとですね、その食材がですね、日本でしかないものっていうのもあるわけですね、いっぱい。まあお米だって日本のお米の方が絶対美味しいと思いますし、日本酒もそうですよね。まあどっかで作ってるかもしれないですけど、やっぱり日本の中の日本酒は美味しいわけであって、で、こういったものを作るための材料がを作るのが農業でございまして、だから高級食材あるいは高級な原料を作る農業がこれから
量じゃないですよ、金額的に伸びていくんじゃないかなと思ってまして、あの我々のそのトラディショナルな農業のイメージからはちょっと外した方がいいかもしれないですね。例えばヨーロッパでオランダっていう国があって、とっても小さいんですけども、これは農業大国なんですね。でどう言いましょう、畑とかで作ってるわけじゃなくて、なんかビルの中で美味しいものを作ってたりするわけなんですね。今やだから農業っていうのは工業に近くなってるところがあったりします。このあたり、あの頭の中切り替えてですね、どんどん工業化してる農業の従事者がこれから大いにビジネスのチャンスがあるかなと思ってます。で3番目、これがあの不動産仲介業です。まあ町の不動産屋さんですね、あるいはまあ町じゃなくてもいいんですけど、ブローカーでもいいんですけど、まあ町の不動産屋さんが一番対象で、まあ今でもですね、町の不動産屋さんってコンビニの数より多いっていうふうに言われてます。でまあそれぞれのお客さん持って頑張ってらっしゃるんですけども、あの今よりももっともっと仕事が多くなると思います。でなんでかと言いますと、アメリカ人っていうのは一生のうちに7回ぐらい家買うって言われてるんですよ。で日本人はまあよく買ったり売ったりする人で 3,4 回じゃないでしょうかね。ほとんどの人は1回2回買わない人もいます。でなぜそのね 3,4 回とか2回1回が7回とかになるのかと言いますと、値段が安くなるからなんです。また榊バカなこと言ってって思われるかもしれないですけど、もう安くなるんですよ。あの今東京に住んでると全然安くなってないんですけど、あ、まあ、の皆さんの目に見えるところではね、実は水面下で安くはなってるんですが、まあ、これはまだ始まったばっかりで、これからですね、日本という国はあの金融が正常化されたりとか、オリンピックが終わったりとか、まあ、人々の気持ちの中でもうこれ以上不動産なんか上がんねえだろうというふうになった時に下がり始めます。でまあ下がり方はね、あの暴落だとか言ってる、まあ私も言ってるんですけど、暴落的に下がる場合もあれば、じわじわ下がる場合もあるんですね。1990年っていうか、今30年ちょっと前ですか、1990年、30年もなってないけど、29年前ですか、平成大バブル終わりました。で、そこから不動産下がり始めたんですね。最初のね、2年ぐらいはね、あんま下がってるっていう感じはしなかったんですけど、3、4年経ったら下がり始めて、で、同時にまあ不良債権問題っていうのが、どん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 深刻になっていって、で最後は1997年頃に山一証券とか拓殖銀行が崩壊したりとか、郵政が整理されたりとか、まあとんでもない事件がいっぱい起こったんですけど、まあ、1990年の基本にして、まあ、じわじわと下がり始めて、93、94年頃からスピード化して、で、まあ、一番そこまでいったのが2002年あたりなんですね。だ今回もですね、あの今年も下がり始めてますから、まあ、ここからしばらくはまあ皆さんにはよく見えない状態になってて、で、まあ、オリンピックも終わって、でどうしましょう、その辺空き家だらけですから、で我々もですね、あのこういう活動をしてますし、で実際そのどう言いましょう、不動産売れなくて困ってるみたいなメディアの記事もだん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 増えてきましたから、まあ、空気はここ 1,2 年で変わると思います。で、日銀の黒田総裁があと4年ですか、最長4年ですんで、その前にお辞めになるかもしれないって、そうするとあの金融正常化と申しまして、金利がつくようになるんですね。今はもうあのゼロ金利ですから、住宅金利も、まあ、変動で買えれば 0.5 前後で買えられるんですけども、これが 1.5 とか、まあね、あの 2% とかになってくると、もうそんな今みたいな高い値段で不動産マンション買えなくなるという空気がまあ広がってきたりすると、まあいよいよ下がり始めます。だからその10年後ぐらいには、あの無理しなければ首都圏でも年収の3倍ぐらいで、まあ中古住宅が買えるぐらいのところまで落ちるんじゃないかなと思ってます。そうなると、あのどう言いましょう、人間1回しか家買わないっていうのは非常になんていうか、あんまり合理的じゃないわけですね。家族構成変わりますからね、であるいは仕事変わりますから、まあ住みたい街もありましょうし、だからまあ普通の人で気楽に、まあ、今の感覚で言えば3000万ぐらいで山手線のちょっと外ぐらいに、まあ、普通の家族向きの住宅が買えたりする時代が、まあ、10年後ぐらいには来てるはずなんですよ。そうなった時に、まあ、何回も買うでしょちょっとこう中に入っていこうかとか、仕事変わったからあっち行こうかとかって、割合だがお気楽に取引ができるような時代が、まあ、10年とは言えないな、7、8年で来るかもしれないですね。
そうしたらね、やっぱり取引するんで、仲介業者さんの仕事が増えるんですよ。で、そのうちですね、この所有権というものに関しても、今は非常にガッチガチの所有権を認めてるんですけども、今、国交省なんかで盛んにその相続は放棄しようぜみたいな、放棄できるようにしようぜみたいな動きが出てたりしますから、でそういうのが進んだりすると、もっと不動産の流動性って高く、今よりも法制度として高くなるはずなんですよ。そうすると取引が活発になります。取引活発になると、そこに介在している不動産屋さんの仕事が増えます。だから成長産業だというふうに、まあ、人口が減ることによってこれは成長産業になるという不思議なあの産業分野なんですけども、まあ、そういう動きがもうすでに起こりつつありますし、ほぼ確実にこれはそうなるんじゃないかなと思っております。はい、どうも長いことありがとうございました。